3秒、3番手4番手ほぼ同時。
間もなく2分です。やゆってんと、あー落ちた。さあガッチーが会長にトップを走ってます。バンチが優に転倒があったんで5秒まで差が開きました。その後2秒1秒の差で続いてますね。あーガチ転倒してない。あー優に転倒。ガッシー34秒1ユーニが32秒0バズリさん33秒3ユーニが34秒9大時計間もなく3分です32秒2セットですね。ユーニがそれを上回る31秒8で追い上げてます。その差は3秒。3番にスマズリさん、4番でユーズリ、アガシーがいった。さあだいぶ近づきました。ガッシーとユーニの差が1秒ないかな。トップガッシー、その後にユーニが1秒2。3番でスマズリさん、あーガッシーが、あーこっちも中に入れてあげて、中に入れてあげて、こっち中中中中中高度計マークは4分を過ぎました。ガッシー痛いな。残念。トップが優に変わって2番手が誰だ、2番手まずいさん4秒差。その後3番手ガッシー、4番手が優に、ガッシーもったいなかったですね。高度計間もなく5分です。トップは優に間もなくコントロールラインを通過。島津さん2番手ベストですね。33秒0が出ました。3番手ガッシー、4番手ゆずり、島津井さんの差が4秒ですね。この後島津井さんとガッシーの差が5秒。ガッシーとユズリの差が2秒程度ですね。まもなく6分、12がコントローライン通過。33秒0まずいさん、34秒0、その差4秒。ガッシーが33秒5、ユズリ33秒8、レベルラップ。まずいさんは33秒7、その差5秒。
東32秒7、ゆずり34秒2、大時計は間もなく7分です。島津さんとガッシーの差が4秒ですね。じわじわと追いついている感じ。ユニピットイン、現在大時計7分20秒、ユズピンポン入りました。がトップは今のところ島津さん、これで9位に入るかな。9位に入りました。ガッシーも9位、これでユーズがトップ。大時計は8分経過。お、島津さんの真後ろでガッシーが戻りましたよ。さあ番手争いが激しくなるかな。ユージがコントロールライン通過32秒7。まずいさんがこの差1秒ありません。ユージがちょっと離された。7秒差ぐらいですかね。2番手争いとの差が、あ、島津さん見つった、あ、ガッシーも見つったのかな。大時計は間もなく9分です。さあ、U2 枚行くとカウント読んでない。トップは有利のまんま。高度計は間もなく10分。2番手争いが激しくなりました。テールトゥーゾーンで鈴木選手も少しずつ追い上げてます。あー、時代すごい激しい2位争いです。トップ有利に2番手が今のところマジシャンするか。マジシャンガッシーの重点で 0.4 秒差、釣り橋さんは4秒差、高度計10分30秒、残り4分半、トップ有利。2番手争いはいかがでしょう。島津さんが前、ガッシーが3番手、ユズリア選手ちょっと差が開きました。6秒差。あー、島津さんと戻ったけど順位は入れ替わって、ガッシーが2番手ですね。31秒9。ガッシー2番手、島津さん3番手、差は 0.6 秒。ゆずりが4秒差まで追い上げてますけど、あー、島津さんがちょっと映った。トップ有利、また9位。
乾杯ね。2番手ガッチー、3番手マジガン、ちょっと差がついたね。1秒8、マジガンに対してユーズリンが追い上げてます。の愛3秒差。3、4争いがだんだん近づいてきてるような、離れてるような。ああ、2台でどうやった、どうなった。ガッチがちょっと楽になりました。3番手4番手がちょっと高度計は間もなく13分です。安定の友人32秒0、2番手大ブラックになったガッチ、3番手島津さん、4番手グリ、3番手争いがちょっと激しくなるかな。高度計は13分20秒。ああ、2人で転んで2人で起きたけど、いや、気まずいな。ああ、そっち行っちゃった。ああ、ユーニ止まった、また止まった。ユーニ、これでガッチーがトップですね。2番手がユーニになって、3番手が気まずいなって、ユーニエンジンがかからない。かかった。残りは1分です。残り1分で2番手争いが激しくなってから手抜いた。で、ガッチ転んだ転んだ、トップ、あー止まった。ユーズリンが止まった、ユーズリンが止まっちゃった。まずいさんが2番手、残り30秒。ユーズの前にユーニが出て3番手、トップガッチー、これラストラップだと思います。はい、15分経過、ゴールです。12ゴール、ガッチー速攻、2番手が気まずいさんが帰ってきました。2番手3、これちょっと1回計測してないんですけどね、ユーズにまた落ちたし、ゴールしてけろ。